はい、望月凛です。今回は心理カウンセラーで元陸上自衛隊の心理教官である下園颯太さんの書かれた、とにかくメンタル強くしたいんですがどうしたらいいですかを解説していきます。この本は強いメンタルを作る方法を教えてくれる本だ。メンタルか。ああ、メンタルが強い人と聞いてどういう人をイメージする？我慢強い人ですね。弱音を吐かずに苦しくても逃げない、途中で何があっても最後までやりきる人、それがメンタルの強い人だと思います。うん、週刊少年ジャンプを読みすぎてそういう屈強な人こそがメンタルが強い人だというイメージを持っている人も多いが、現実はそういう人ほどある日いきなり鬱になったり、心が折れて行方不明になったり、自殺してしまったりする。そしてみんな思うんだ、なんであの人がってな。そうなのか。ああ、実際に著者によると、心が壊れてうつ病になる人は周りからはメンタルが強くて粘り強そうに見える人が多いそうだ。へえ。すぐにくじけない粘り強さがあるからこそ、限界の限界まで頑張りすぎてしまう。それこそ動けなくなるまでな。そして限界まで頑張っても報われなかった時に人は絶望して死にたくなる。なるほど。では本当の意味でメンタルが強い人はどういう人なのかというと、自分のメンタルや体が弱っている時にしっかりとそれを汲み取って、残業せずに帰ったり休んだりサウナに行ったり、休日に生産性ゼロのグダグダな一日を過ごす人だ。今日の授業を受ければそんな折れないメンタルを作る方法を知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、メンタルが強い人は自分に対する理解が深いだな。メンタルを強くするためにまずは自分への理解が重要になってくる。理解？ああ、例えば自分は緊張に弱いタイプだとか、自分は睡眠が足りていないとすぐにイライラしてしまうとか、人と接すると疲れるとかだな。ほら、人それぞれ苦手なものが違うだろう。もう私の場合は基本的に人と一日ずっと一緒にいると疲れてしまって、その後 2,3 日は誰にも会いたくなくなる。というのは相手の考え方が自分の中に入ってくるからだ。だから人に会った次の日は基本的には誰にも会わず、一人でまったりと過ごすことが多い。疲れるからな。そうなのか。ああ、このようにメンタルが強い人は自分がストレスを感じやすいことや、自分が苦手なこと、自分が何でストレスを解消できるのかを深く理解しているんだ。だから無駄なストレスをうまく避けたり、メンタルが壊れる前に休んだりして対策できる。なるほどな。いい意味で自分の苦手なことはしなくていいやと諦めているんですね。そういうことだ。一方メンタルが弱い人は全てを頑張ってしまう。全て？ああ、人との交流、仕事、恋愛、運動、たとえ自分が苦手なことだとしてもそれに気づかずに頑張りすぎてしまうんだ。簡単な話、人と接するのが苦手なのに休日に大人数が参加するパーティーに行っていたら全然回復できないだろう。そうですね。このように無駄にメンタルを削らないためには、まず自分のことを深く理解して苦手なことを避けるのがいいんだ。でも苦手なことは向き合って克服した方がいい気がするんですけど。1,2 回ならまだいい。だが苦手なことに10回も20回も挑むと人は壊れるぞ。実際に子供の頃に苦手な食べ物を無理して食べさせられてトラウマになった子供は多い。それと同じように無理に苦手なものを克服する必要はないんだ。メンタルを壊さないためには自分の苦手を知り、自分のためにそれを避けることだ。次は、頑張らないことを頑張るだな。さっき言った通り、メンタルが弱い人は全てを頑張ってしまうんだ。それこそ休日出勤もするだろうし、人との交流も忘れない。はためにはすごい人に見えるだろう。だが頑張り続けられるのはどんな人でも3ヶ月からせいぜい半年までだ。やっぱり頑張るっていうのは疲れるんですね。そうだ、この本では頑張るっていうのは借金をすることと同じだと書かれている。借金？ああ、頑張ったら頑張っただけどんどん体に借金が溜まっていくんだ。その借金は必ず休んで返済しなければならない。なるほど。うつ病っていうのはある意味頑張りすぎて溜まった借金で首が回らなくなった状態だな。じゃあ当たり前ですけど、頑張った分だけしっかりと休まないといけないんですね。そうだ、休む時間はその人が今まで溜め込んできた借金に比例する。どういうことですか？例えばうつ病の人は今まで頑張りすぎて作った借金を返済するのに1ヶ月、場合によっては1年以上の休憩が必要になる。ある意味子供が学校でいじめにあって1年間家に引きこもりになるのは、それだけ学校で頑張りすぎて体に借金が溜まっていたという証なんだな。なるほど。
このように考えると、頑張りすぎずに定期的にしっかりと休憩を取る必要があるというのがよくわかるだろう。はい。次は、心が疲れる前に体が疲れている、だな。疲れには肉体の疲れと精神の疲れの2つがある。だが誰でもまずメンタルが疲れる前に体が疲れるようになっているんだ。へえ、体か。ああ、精神が病むのは体が疲れきっているからなんだな。でもなかなか疲れていても休めないですよね。うん、疲れているのに頑張るのは猛吹雪でコンディションも悪いのに指を失ってでもエベレストの頂上まで登りたいって言っているのと同じイメージだ。ダメそうな時はちゃんと引き返さなければならない。それと同じように体が疲れているのならとにかく休みを取って寝なければならない。そうか。ちなみにうつ病になりやすい年齢は40代、50代、そして30代の順番で多い。なぜかわかるか？もしかして体が疲れやすくなっているのに若い頃のように頑張りすぎてしまうからですか？そうだ、ナイス考察だ。おお、ありがとうございます。とにかく人は心が疲れる前に体が疲れているということだな。こんな時に筋トレやランニングをしても余計に体が疲れるだけだから、とにかく寝ることだ。寝る以外何もしなくていい。なるほど。次はメンタルを強くしたければとにかく寝ることだな。さて、さっきも説明した通り心が疲れる前にまず体が疲れているんだ。はい。だから体を回復させるためにとにかく寝ることだ。やっぱり眠るか。ああ、メンタルが強い人は1日8時間は寝ている。へえ。逆にメンタルが弱い人はあんまり寝ていないことが多い。ものすごくシンプルだ。まあメンタルがボロボロになるとあんまり眠れなくなりますもんね。そうだな。だがもし定期的に不眠ならもうかなり危険なところまで来ていることを意識した方がいいだろう。もし夜に眠れないのなら昼寝をするのでもいい。とにかく規則正しく生活しなきゃとか思わずに、眠くなったら切れかけたガソリンを給油するチャンスだと捉えて寝てみるんだ。あ、わかりました。ちなみに森田療法というとても有名な精神を回復させるものがあるんだが、その方法ではまず患者に1週間の休みを取ってもらって、その期間はトイレと食事以外はずっと寝てもらうという徹底ぶりだ。すごいな。でも1週間も休めないですよ。会社もあるし。うん、メンタルが大きく病んでいないのなら3日間休むのがベストだ。いや、3日もきつくないですか？有給を取れ。ワクチンで頭が痛いと言えばいい。いやいや、仮病じゃないですか。うん、まだ今はそんなことを言えるかもしれないが、人間は限界を迎えると会社の都合なんて考えられなくなるものだ。会社ではなくまず自分を守れ。そもそも会社としてもお前がうつ病になって1年間も休まれると困るしな。まあそうか。人は何があっても睡眠を第一優先にしていればうつにはならない。ちなみに休んでいる間はテレビもスマホもつけないことだ。 SNS を見るのもやめるんだ。 Twitter とか見ているだけで疲れるからな。確かに。ただ眠るだけだ。眠るのが最強のソリューションなのだよ。次はリラックスできることをやるだな。さて、ということでとにかくメンタルが壊れる前に休んで寝ろと説明してきた。はい。ただし一日中ずっとカビゴンみたいに眠り続けることは難しいだろう。そうですね。長く眠れても10時間くらいじゃないですか。うん。そこで心を回復させる休日の過ごし方を説明しよう。はい。大きく2つの方法がある。1つがはしゃぎ系、2つ目が癒し系だ。はしゃぎ系？何ですかそれ。はしゃぎ系はシンプルに旅行、スポーツ、ギャンブル、買い物、デート、ディズニーランドに行くなどだな。まあ要は刺激的で楽しいことだ。なるほど。このはしゃぎ系は基本的には自分が少し疲れている時に効果的だ。一方癒し系は眠る、マッサージ、美容室、美味しいものを食べる、本を読む、家で映画を見る、温泉に入るなどだな。これは特にメンタルがきつい時に大事になる。へえ、どう違うんですか？うん、はしゃぎ系はメンタルが疲れきっている時にはかえって逆効果になることが多い。確かに、めちゃくちゃ疲れている時にデートで女の買い物に付き合ったり、人混みの多い遊園地になんて行きたくないですもんね。そういうことだ。メンタルが弱っていると誰かといるのが辛くなる。だからとにかく寝て寝て寝まくるんだ。そしてもう眠れないのなら起きて美味しいものを食べたり、ゆったりと映画を見たり、一人で温泉に行ってリラックスするといいだろう。ちなみに私はたまにものすごく疲れる時は仕事を中止して平日の午前中から露天風呂に行く。あれは贅沢だぞ。ほぼ貸し切りだしな。へえ、いいな。
そして美味しいものを食べて眠くなったら寝る。これが最強のメンタル回復術だ。でも生産性ゼロじゃないですか。うん、いいか。最高の休日とは生産性ゼロの一日のことなのだ。次はメンタルが強い人は自分に無理をさせている執着を手放すだな。さてということで、眠ることが大事なんだが、それと同時にやっておかなければならないのが執着を手放すことだ。執着？ああ、メンタルが弱い人は常に自分を縛っていることが多い。例えば出世するために残業しなきゃダメだとか、毎日必ず8時間は勉強しなきゃダメだ、休日も何か生産的なことをしなきゃいけないって感じだな。なるほど。だから働きすぎてしまったり、8時間勉強するために睡眠を削ってしまったり、休日なのにパソコンを開いて仕事を始めたりしてしまう。その結果疲れが残ってしまう。俺だ。うん、お前のそういう真面目なところは好きだぞ。でも休む時は休むんだ。休むか。ああ、それが素直にできないのは執着があるからだ。本当の意味で休むためにはこうじゃなきゃいけない、こうするべきだという執着を捨てなければならない。じゃあ全然頑張らなくていいってことですか。うん、それもちょっと違うな。え？目標に向かって頑張ることは大事だ。だが何があっても休まないという考えは良くないということだな。例えば登山では猛吹雪だったり、自分たちのコンディションが悪い場合は最悪死ぬかもしれないから諦めて引き返すんだ。このように臨機応変に自分の体の状態に合わせて有給を取ったり、頑張ったり、休みを取ったり、リフレッシュをする必要があるんだな。臨機応変ですね。次はメンタルが強い人は断れるだな。メンタルが強い人は上手に断ることが多い。上手に断るか。ああ、友達からの頼み事やセールス、NHK の訪問営業をさらりと断る。ほう。上司から残業を頼まれても、なんとか時間内に終わらせて定時に家に帰るタイプだ。つまり面倒なことを回避して自分のリラックスタイムは絶対に確保しているわけだな。はい。一方、メンタルが弱い人は頼まれたら何でも引き受けてしまうイエスマンだ。このタイプの人はどんどん先輩や知人、上司、勧誘、営業マンから面倒事を引き受けて疲れていってしまう。そりゃ人からのお願いを何でも引き受けていたら疲れちゃいますよね。そうだ。そして体が疲れ切った後に精神が疲れる。でも断るのが苦手な人もいますよね。そうだな。大体は相手が不機嫌になるんじゃないかと思って断れないという心の優しい人が鬱になったりするんだ。じゃあどうするんですか？それは断り慣れることだ。断り慣れる？ああ、まずは友人や知人から軽く何かを頼まれた時にそれを断る練習をしてみるんだ。勧誘やセールスを断るのでもいい。どうしても断りづらいのなら、今ワクチンで頭が痛いのでと言って断るといいだろう。それ言われたら仕方ないですもんね。ああ、断ることに慣れてくるとだんだんと結構ですと一言でスパッと断れるようになる。自分のメンタルを守るのは自分だ。メンタルの番人としてしっかりと疲れる頼み事はブロックするのがいいだろう。最後はメンタルが強い人は多くの視点を持っているだな。だいたいメンタルが弱くてくよくよ悩んでいる人っていうのは視野が狭いことが多い。視野か。ああ、簡単な話、自分の視点だけで物事を見ているんだ。例えば顎ニキビに悩んでいたとしよう。はい。自分だけの視点だとニキビはとても大きな問題に思える。世界の終わりのように落ち込む。そうですね。しかし相手の目線で考えてみると、ほとんどの人は何とも思わない。なぜなら人は他人に興味がないからだ。だからお前のニキビに興味があるのはお前だけだ。そうか。次は宇宙視点で見てみよう。宇宙？ああ、宇宙視点で見た時にお前のニキビはどうだ？いや、そりゃなんてことないですよ。うん、そうだ。このようにとにかく多くの視点を持っておくと、些細なことでくよくよしなくなる。今日残業するかしないか、会社を辞めるかどうかさえ宇宙視点だと何も起こっていないのと同じだ。また彼女と別れた時も一度冷静になって相手の目線になって考えてみることだ。そうするとずっと別れたかったのかもとか、俺のことが嫌いだったのかもと考えることができる。だったらいつか別れるわけだから早めに別れられてよかったとも取れる。はい、宇宙目線で考えると彼女と別れることは何も起こっていないのと同じですしね。日本には女性がたくさんいますし。そうだ。って宇宙視点最強すぎませんか？ああ、このようにメンタルが強い人は嫌なことがあったとしても視点をくるりと回転させて考えることができるんだ。まとめだな。メンタルが強い人は自分に対する理解が深い。メンタルが弱い人は全てを頑張ろうとする。
頑張らないことを頑張る。頑張るのは借金をすること、休むのは借金を返済することと考える。心が疲れる前に体が疲れている。メンタルを強くしたければとにかく眠ること。疲れている時に遊園地に行っても疲れるだけ。休日はたっぷりと寝て、マッサージや温泉、読書、美容室に行くなど一人でリラックスできることをやる。メンタルが強い人は自分に無理をさせている執着を手放す。メンタルが強い人は断る癖をつけている。メンタルが強い人は多くの視点を持っている。だな。なるほど。子供の頃、休日は親父が昼過ぎまでずっと寝てたんですけど、あれは理にかなっていたんですね。そういうことだ。逆に言うとそれだけ疲れていたということだろう。この本の中にも、睡眠さえしっかりと確保していれば鬱にはならないと書かれている。だから何があっても睡眠を第一優先に考えるといいだろう。それでは今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。